サーマスアクアティパス高熱菌は、指摘生育温度が摂取45度以上、あるいは、生育限界温度が摂取55度以上の微生物のこと、または、その総称。古細菌の多く、細菌の一部、ある種の菌類や藻類が含まれる。特に指摘生育温度が摂取80度以上のものを、超高熱菌と呼ぶ。極限環境微生物の一つ。生息域は、 温泉や熱水域、強く発酵した堆肥、熱水噴出口など、ボイラーなどの人工的熱水からも分離される。このほか、地下生物圏という形で、地く内に相当量の高熱菌が存在するという推計がある。なお、2009年時点で、最も高熱性が強い生物は、ユーリコ細菌に含まれるメサナパイラスキャンドラーイ、ストレイン116である。 この生物は、オートクレーブ温度を上回る、摂取122度でも増殖することができる。よく研究されている、高熱菌のストレス耐性には、高温に対するものと低温に対するものの二つがある。微生物にとって、温度ストレスの耐性機構にて求められることは高潮、濃度、強酸性、強塩基性などのそれとは異なる。塩、あるいは、酸。 塩基の高濃度環境に対しては、細胞内濃度を生物にとって適切なものに維持することで適用できる。すなわち、細胞内に取り込まないようにする、かつ、細胞外に効率的に排出する機構を備えることが要求される。対して、高温能力を備えない微生物にとって温度は、細胞内外で変化させることができない。したがって、 微生物の温度ストレスで求められることは、細胞内生理現象をその温度で適切に運営することである。高熱菌の指摘生育温度は摂取80度以上で、あるが、この温度の高さが引き起こす、生化学的な問題として一家が知られている。一パク質が変性する。二核酸の二本腐りも変性して乖離しやすくなる。三神核生物や、細菌の膜脂質のように、 炭化水素部分とグリセロール部分との間の結合がエステル結合の場合、切断されやすい。4一部の代謝中間体は熱により分解されやすい。また、高熱菌の生息する自然環境の温度は指摘生育温度以上に上昇することもあり得る。このため、超高熱菌であっても熱ショック応答の機構を有している。この応答機構は転写因子により誘導される。 タンパク質の変成については、高熱菌は、イオン結合を増やすことでこれを抑制している。イオン結合を形成するアミノ酸のタンパク質中での割合が、高熱菌では高く、逆に AS、ASN、ASP、サイズ、GLN、セールの割合は低い。典型的な例は、O6、メチルグアニン、DNA メチル転移酵素である。 超高熱菌であるサーマッカーカスコダカレンシスの MGMT と大腸菌由来の MGMT 相当タンパク質を比較すると全社の表面で家電性アミノ酸酸基のイオン結合がより多く存在することがわかる。また TKMGMT でアルファヘリックス内及び2つのアルファヘリックス間においてもより多い。さらに a タックと比べて TKMGMT は 分子内部により多くの方向属アミノ酸を含み、素水性相互作用の増強も、熱安定性の向上に寄与していると考えられている。タンパク質の四次構造も、変性の抑制に寄与している。例えば、リブロース1、5ビスリン酸カルボキシラーゼ、オキシゲラーゼの場合、コサイ細菌のタイプ3と、その他は大きく異なる。タイプ I は、各8つの大サブユニット、A、 ラージサブユニット L と小サブユニット A、スモールサブユニット S からなる 4S8 のヘテロ16両体構造で、タイプ2は L2 の2両体構造であるが、T コダカレンシスのタイプ3ルビスコは5の10両体構造である。前田は TK ルビスコのアミノ酸残機を変異体に変えた結果、L2 構造に崩れて、 耐熱性が低下することを発見した超高熱菌はゲノム DNA をリバースジャイレース A、リバースジャイレーズで安定化させている。これは感情ゲノムの巻数を増やす ATP ゾーン性 DNA とポイソメラーゼでありゲノム DNA の二重螺旋をよりほどけにくいようにする。この酵素の発現の有無が85度や93度といった 高温環境での生育において重要である。また、リバースジャイレ水電遺子は超高熱機に一般かつ、特異的に存在する。ヒストンや、ポリアミンをゲノム DNA の熱安定性に寄与している。コサイキンが持つヒストン様タンパク質は DNA の編成回り温度を20度以上上昇させる。スペルミンといったポリアミンは、ゲノム DNA のコンパクトな立体構造を維持し、 高いカリウム塩濃度は DNA の改良を抑制することも明らかとなっている。古細菌の膜脂質は熱に強いアーキオール A、アーキルで構成されている。他にもアーキオールが2つつながった構造のカルドアーキオール A、コールドルキルやカルドアーキオールにシクロペンタンが導入されたものもある。アーキオールの熱耐性は炭水化物成分とクリセロール成分との間の 結合がエーテル結合である点に由来する。真核生物や新生細菌ではエステル結合であるが、エーテル結合はエステル結合よりもより科学的に安定である。また、高熱細菌において細胞膜の安定性を高めるため、より低い流動性の膜脂質の割合を増やす性質が知られている。アセギラバスサルフィューリーリデューソンズは培養温度が65度。 70度、75度、81度と上がっていくにつれ、カルドアーキオール中のシクロペンタンの割合を増加させる。膜脂質の主成分がアーキオールとカルドアーキオールである T コダカレンシスは培養温度が60度、85度、93度と上がっていくにつれ、カルドアーキオールの割合を増加させる。代謝中間体の中には高温によって分解され、 安い化合物も含まれるため、高熱菌はこれに適応した代謝経路を持つ。例えば、糖心性経路における、ジヒドロキシアセトンリン酸とグリセルアルデヒド酸、リン酸からフルクトース6リン酸を合成する反応は、多くの超高熱菌では、たった一つの酵素によって触媒されている。この反応は、熱で分解されやすいフルクトースマイナス1、6リン酸を中間体としている。 超高熱菌は一つの酵素上でだけで触媒することで、気質から酸性した FBP をすぐに消費することを可能にしている。そうすることで FBP が高温に被爆する時間を短縮している。これに対して、高熱菌以外の生物では一番目の、酵素浮力トースマイナス1、6、ビスホスファターゼが二つの気質から、 FBP を合成した後に2番目の酵素フルクトースマイナス1、6ビスリン酸アルドラーゼが F6P を合成する。このため、FBP が、基質から作られた後に乖りして、次の酵素に移動するまでの時間が必要となる。超高熱菌と他の生物での酸、PGA 合成経路。クリセルアルデヒド酸リン酸からの酸、ホスホグリセリン酸の合成において、超高熱菌は、 たった一つの酵素を用いる。古代の超高熱菌から進化した他の生物は、1、サンビスホスホグリセリン酸という中間体を経て、2つの異なる酵素を用いて合成する。熱に弱い中間体を経ずに直接、目的の代謝産物を合成する例もある。一部の超高熱菌は、解糖系における3、ホスホグリセリン酸の合成を弱熱性の1、 サンビスホスホグリセリン酸をヘズに行う。これを触媒する酵素はギャップ、フェレドキシンオキシドレダクターゼ、A、ギャップフェラダキシンオクセドラダクテイス、ゲイパー、またはヒリン酸化型ギャップ脱水素酵素、A、ノン、ホスファリーレイティングギャップデヒドロゲナーゼ、ゲイプンである。一般的な生物では、3PGA の合成は1、3BPG を中間体として、 グリセルアルデヒド3リン酸デヒドロゲナーゼと酸、ホスホグリセリン酸キナーゼによって触媒される。低温における微生物のストレス耐性として一般的なのは細胞膜組成を変化させることである。これは低温による生物への害は第一に膜中の流動性の低下であるためである。超高熱性個細菌であるメサナコールデコカスじゃなしの場合、 生育指的温度では、主な膜脂質は、テトラエーテル型や大環状、ジエーテル型の脂質であるが、低温では、ジエーテル型脂質になる。温度依存的な膜脂質の組成の変化は、超高熱性個細菌、ターマッカーカスコダカレンシスでも確認されている。低温による、核酸分子や、タンパク質の構造の異常変化への対処は、シャペロンによって行われる。シャペロンは、 変成した構造を元の状態に戻す働きを持つ。低温下での変成とは、拡散の場合、分子内に熱力学的に安定な二次構造が形成されて、転写と翻訳の過程に問題が生じることである。タンパク質の場合、構造変化は機能を喪失させる。低温に対応する RNA 結合性シャペロンの一群を低温ショックタンパク質 A、コールド。 ショックプロテイン、CSP と呼ぶが、CSP 遺伝子は、高熱性細菌であるサーマス、サーマファラスやサーモトが、マリチマも持っている。CSP は、RNA 上に生じた、余分な二次構造を一本作上にほどき、遺伝子発現とタンパク質合成を可能にする。CSP には低温応答性、A、コールドインドストのものと非低温応答性、A、 ロンコールのインドストのものがある。大腸菌の場合、CSP 遺伝子は9種類あるが、そのうち4つが低音応答性である。低温に対応するタンパク質結合成分子シャペロンの例として、T コダカレンシスにて CP 化が発見されている。CP 化は低温依存的に発現し、低温で編成したタンパク質を特異的に認識して再生させる。CP 化が 低温への適応にどれほど重要なのかを示す研究結果が2015年に示された。それは CP 化のアッテペイス活性の指摘温度をさらに低くする点変異を導入した T コダカレンシスがより低い温度でも生育したというものである。RNA の低温変性に対してはシャペロンのほかある種の RNA ヘリカーゼも対処する。T コダカレンシスは低温ストレス。 応答性デッドボックス RNA、リカーゼ、A、コールドストレス、インデューサブル、デッドボックス RNA ヘリカーゼ、TK デッドを持つ。これは60度で機能し、ステム構造の RNA を解く反応、A、アンワインディングを触媒する。TK デッド遺伝子の破壊株は60度で、増殖後に黄金することからこの温度帯の生育に必須であることが示唆されている。 t k デッドの研究は、高熱菌において、低温応答性遺伝子は、どのようにして、低温をトリガーに発現誘導されるか、その機構の一つの解明につながった。低温発現は、SD 配列と t k デッド遺伝子の開始コドントに挟まれた、アデニン連続領域によって誘導されている。RNA ポリメラーゼがアデニンを転写すると、チミンが合成され、異タサ状のアデニンと、 娘佐上の地民は水素結合するが重要なのはこの水素結合は弱いという点である。したがって、ああああ配列は異型さと娘さとの間に高温に対しても特に弱い結合部位を作り出す。温度が高くなればなるほど異型さと娘さの結合は切れやすくなり転写が終了する確率が高くなる。おそらく生育史的温度では ア r 配列を超えて転写されることは不可能であろう。このため RR 配列より下流にある TK デッド遺伝子は低温でなければ転写されなくなる。TK デッド遺伝子で見られたような弱い水素結合を生み出す塩基配列による低温発現誘導機構は T コダカレンシスに多く存在する。生育指摘温度に比べて低温で、 t コダカレンシスの50遺伝子で4倍以上の発現量の増加が見られた。このうち40遺伝子で a または t に富む配列が sd 配列と開始コドンの中間領域に認められた。超高熱菌の高温、低温耐性の研究は生物の進化の過程を解き明かすための手段として有用であるとされている。なぜなら超高熱菌は 原始生命体に近いと推測されており、また、超高熱かつ嫌気的環境は、生命誕生当初の地球に似ていると予測されているためである。すなわち、超高熱菌の高温体制は、原始生命体のそれと近いと考えられている。また、超高熱生物から、常温生物への進化、すなわち、高温環境からより低温の環境への進出の、 家庭で高温体制の対価と低温体制の発展が起こったと考えられている。この主捨選択の歴史についてのいくつかの示唆が超高熱菌の研究から与えられている。まず、高温体制の対価は酵素においては常温での反応回転数を高めるために実行されたと考えられている。一般に耐熱性の高い酵素は常温では 常温菌由来の酵素よりも活性が低い。これは、タンパク質の耐熱性が反応回転数を抑制しているためとされている。常温環境への進出に伴い、その環境でより活性の高い酵素が選択された結果、耐熱性が失われたと考えられる。高熱菌の低温誘導型シャペロニン CP 化の獲得が生物の常温での反映に重要だったと、 考えられている。CP 化は、新生細菌の持つ高温誘導型シャペロニンのグロエルとの類似点を多く持つ。例えば、両者とも TIM8 バレルドメインを持つ、タンパク質を優先的に補足し、かつ、特徴的なグリシンマイナスメチオニンモチーフを有する。イエローストーン国立公園にある、グランドプリズマティックスプリング1960年代陸上の 温泉から菌を分離。生育限界温度摂取80度以上の微生物が発見され始める。1970年代潜水艇アルビン号により深海熱水交渉が発見され、熱水噴出口に微生物が存在することを示唆。1980年代史的生育温度が摂取100度以上の微生物が多く発見される。 生育限界温度は1980年には摂氏87度であったが、1983年にはパイレディクティアム・アクルトゥームが発見され、一気に摂氏110度に達した。1993年、キャリー・マリスが耐熱性、DNA ポリメラーゼを用いた PCR の研究により、ノーベル化学賞を受賞する。この時用いられた DNA ポリメラーゼは、 高熱菌のものであり、各ポリメラーゼの名前はここに由来する。左が、限界生育温度、カッコ内は、指摘生育温度その他サーマッカーカスなど、超高熱菌だけで約70種。変成後期生生物では、エリピラムパーアンニックスが最高。超高熱菌は、正式に発表されているものは2属。高熱菌は極めて多数。ありがとうございます。